ンポン。ペロペロ歩くセクハラ大魔人ペロ。何お前。いや実は授業で日本の方言を勉強することになりまして、はあすごいって言葉を各地では何て言うのかを勉強していたんです。はあそうなんか。確かエローは京都とかそこら辺の方言やんな。イエス。方言っておもろいよな。先生のとこでは方言とかなかったんか。ボイスロイド星の方言はですね、ちょっと待て。え、ボイスロイド星って何？私とあかりちゃんの故郷。さらっと巻き込むな、やめろ。じゃあ何か？先生はボイスロイド星から来た宇宙人か何かなんか？そうですね、人としてはボイスロイドジャワ原人に該当します。お前原人だったの？あれ、ボイスロイドジャワカレーだったかな。あからさまなカレー臭。ああすみません、話がそれましたね。ではジャワカレーの煽り方をお伝えしますね。話それすぎて明後日の方向を向くのやめろ。てかジャワカレーの煽り方ってなんや。カレーをさらに美味しくするためのおまじないです。はあ、あらあら茶色く煮立っちゃってやらしいわね。それがカレーの仕事だよ。おら美味しくなれや。カレーを脅すな。美味しくなってください。ありがとうありがとう。藤岡弘志ね、結局ボイスロイド星の方言はないんか。例えば遠慮とかですかね。どういう意味？いやらしい様子を指す言葉です。そのまんまじゃねえかしばくぞ。ピンポン。うどん、それは腰。うどん、それは弾痕。なんか打たれてて受ける。うどん、それは喉詰まり。死ぬわ。というわけで、うどん、めっちゃ美味しいよね。ちょこちょこ危険な香りのする紹介やめろや。ではあかりちゃん、なんや、うどんといえば。あ、うどんといえば。新しい接近方法を見つけてくんのやめろ。そりゃあうどんといえば、喉越しとかおつゆとか、弾力のある食感とかやろ。そうですね、寝心地ですね。まずや、どういうこと？こういうこと。どういうこと？何これ、うどん布団。ちょっと陰踏んで夜中をすんなや。私もうどん布団で寝たい。寝ればええやん。ではちょっとお邪魔しまして。細すぎ、ちょっとした妖怪だよ。やめろ、またたれ。でもすごい商品やな。よう思いついたな。こんな感じで包まれることで生まれる安心感が、ヒットの秘密ではないかと言われているそうですね。この特性が、日本人の入眠に適しているのではとの声も多数あります。へえ、確かにそうかもな。何かに包まれるって、安心感あるもんな。ええー、と思うで。え、あかりちゃんは何かに包まれたかったんですか？え、いや別にそういうわけじゃ。もう早く言ってくださいよ。先生が優しく包んであげます。ピンポン。ふっふっふ。え、なに？味噌ラーメンさんもあるよの。何をおっしゃる醤油ラーメンさんや。まだまだあなたには叶いませぬよ。はっはっは。うるせえな。てかラーメン極上界ってなんやねん。待て。む、何やつ。シルエットがアホすぎません？貴様らの悪事、おテント様が許しても。この有給ラーメンが許しませぬ。おいあいつ多分設定間違って覚えてんぞ。さあやってしまいなさい。塩さん、それはただの塩だよ。ラーメンですらねえじゃねえか。おじさん、おめえに至っては何なんだよ。背物め、出会え出会え。あ、はじめまして。どうも、やだおじさんくさい。出会うな。うおお、そうこうなったら近寄ろう。この方をどなただと心得る天下のつけ麺様であるぞ。さっさ、つけ麺様。おいあいつ今ミスに気づいたぞ。水戸黄門風に決めセリフお願いします。あああああ、めっちゃテンパってるやん。こう、かな、かな。この本物が目に入らぬか。とんでもねえもん目に入れんな。つけ麺様の御前であるぞ。ケツが低い。どうしろと。ははというわけで私は味噌が好きです。すごい、何も伝わってこない。面白かったらチャンネル登録してな。